こんにちは。今日はですね、ウェットマーケットの方に来てますね。こんな感じ。うわ、すげえ、イカとかアジ。わ、いいっすねこれ。はい、おお、何気に初めて来ましたね。なんかね、何回か来てるんですけど閉まってるんですよね、いつも。あ、いいっすね。うん、おパクチーとかいいっすね。いやいいっすね。豆乳だ。おお、あ、梨レモンとかあるんですね。へえ。それではですね、今日はちょっとゆっくりここを眺めていきたいと思いますね。逆にね、私よりあの現地に住んでる日本人の人の方がここは知ってるのかなと思いますね。いやー、すげえ。下が肉とかになるんですかね、豚肉とか。いや、いいっすね。あ、大きい魚。いやー、はい。おお。まばばばや。いや。ばばや。すげえ。いっぱいある。はい、それだ。見ていきたいと思います。はい、それでは、3階の方に来ましたね。3階の方に来ると2階かな、まあ、上の方ですね。上の方に来るとこうやって衣類が売ってますね、少しね。はい、ちょっと閉まってる店でも多いですけど。それではですね、地下の方に行ってみたいと思います。おお、それでは下の方に来ましたね。豚肉っすね。ここがなんかね、スライスとかやってくれるってことですけども。はい、おお、いいな。いや、でもいろいろチャーシューとか売ってるっすね。いいな。お、スライスもあるっす。お、ウインナーもある。美味しいかも。よし、いいっすね。それでは見ていきたいと思います。はい、それでは、市場の散策が終わりましたので、これからですね、ランチの方を食べに行きたいと思います。今ね、あの日本人の友達とかも一緒にいたんで、まあ、そのお友達と、お昼を食べたいと思います。それでは移動していきます。はい、それでは、ランチはですね、スバンジャヤにあるバンブーハウスさんに来ましたね。いいっすね。ここも食べ放題なんで何も気にすることなくいただくことできますね。こんな感じですね。がっつり焼いてます。あ、今2人はいろいろお酒とかそういったものを見に行ってます。それではいただきたいと思います。